でゴープロフェッショナル2。はい、どうもメイジャスです。本日もやっていきましょう。ということで、おはようございます皆さん。はい、日曜日の朝から電車でゴーでございます。はい、まあ日曜日の朝なんでね、ちょっとねのんびりいきましょうよっていうことで、いつもの機動車ではなく、今回は鶴見線の方をやっていきたいと思います。これじゃない、下り下り、早朝のね、36分発の三島浦駅103系をやっていきたいと思います。はいね、日曜日の朝ぐらいのんびりしましょうよということでね、日曜日の朝からですね、あの湖西線の新快速なんてやったら本当に頭疲れちゃうんで、まあのんびりとするのがいいんです。本当にね、もう日曜日は皆さんゆっくりしましょうよ本当に ね、私フリーランスなんで日曜日も減ったくれもないんですけどね、はい、まあ難易度もそんな高くないんでね、ゆっくり行きましょうや。まもなく4番線に電車が参ります。うい、黄色い線までトゥーントゥーンってのは何だったんだろうな。何のチャイムだろう。103系国鉄時代からの通勤電車の標準車両として3000両も製造された。1963年に登場して以来、首都圏を中心に活躍が続いてきているが、それで世代交代で数は減ってきていると。もうナイスもうナイス。はい、あーいいね。4番線、あれですね、あの宗次郎の曲ですね。ご注意ください。しばしこはじめ出発進行鶴見発車。はい、ね、鶴見線の103系ね、バカみたいに加速がいいので、あのフルノッチは多分使わない。そのくせダイヤにも余裕があるので、まあのんびり行きましょうや今日ね。今日は日曜日ですからね、のんびり行きましょうや。制限55、ありがとうございます。この電車は海島浦行きです。では電車両禁煙です。おタバコはご遠慮ください。次は国道です。すごいよね、ここに駅があったっていうんだからさ、歩けるやんって。私鉄みたいだよね、国道も歩けると思うよ。あ、でも向こう渡るのにめんどくさいってのあるよね。第一計測進行制限解除。50も出さないよね。いや、やっぱすれ違う電車がいると高まりますね。場内進行国道停車停止位置共通。これでも若干早いっていう。なんやねんこのダイヤ。はい、まあゆっくり止めていきましょうよ。今回はねのんびりがテーマですからね。国道定着定着。あ、海芝浦行きだとあれか、幕が青なのか当時は。あ、当時つうか今もそうなんだっけ。 LED だけど若干色違うんだっけね。忘れましたが、あの違ったらごめんなさい。違ったらごめんなさいね。ドゥイ、それでは出発進行。始め、出発進行国道発車。はい、もうねゆっくり行きましょうね。もうこのダイヤでね、あの装着とかマジありえないから。ね、もう二ノッチでいいんじゃねえかなって思っちゃうんだよね。35キロぐらいまでさ、のんびり加速しててさ、あ、二ノッチでいいわ。3もあれば3すらも使わない。 あと1班でしょ。鶴見線ね、久しく乗ってないな。205系に変わって1回しか乗ってないっす。なんなら103系時代乗ったことないし。ほんとプロフェッショナル2で、鶴見線の良さを知ったっていう感じですね。
行鶴見尾の停車停止位置共通。お出口は左側です。もうね、こんぐらいで入らないともうダメね全然早いっす。もうね、当時ね、飛ばしまくりな、飛ばしまくりたかったあの梅車少年はね、80キロぐらいで鶴見線を走ってね、もう痛い目を見たので鶴見尾の停車、はい、OK です。いいっすね、すれ違い。なんか随分高頻度で運転されてんね、朝だから。これ平日の朝っていう意味なのかな。はい、行きましょう。次、弁天橋。出発進行。出発進行。鶴見尾の発車。残り700メートルで1分半あるので、本当にのんびりなんですね。次は弁天橋です。進行。いすみ鉄道でも45キロは出すよ。ねえ。第一閉塞進行。この間ね、湯布院の森やった時もまあのんびり行きましょうとか言ってたけども、これが真ののんびりだよもうこれこそ真ののんびりだよね。こんなスピードでいいんだもんな。電車で GO 指示をあってはならないぐらいダイヤが場内余裕ある。弁天橋停車停止位置共通、ね、電車で GO の売りといえばね、時間通りに到着できないんで間に合わないっていうのが売りだったんだけど ね今回の鶴見線はその常識を覆すっていうね、いや素晴らしいもんですよ。はいはい、あと20秒ありますからね。いいね、この地域密着型の駅っていう感じが素晴らしいと思いますわ。まあこのままで止まれるでしょ。しかもぴったり、素晴らしい素晴らしい、これですよ、これを待ってたんですよ。だからね、0センチを最も狙える路線だと思うのよね。そんなことはしませんけれど、0センチ狙うとすると気張るからさ。はい、行きましょう。次、浅野。出発進行。ちょっとフライングだった。出発進行。弁天橋発車。踏切の音が違うのは何なんだろうなまあ駅間も短いよね、あと 300m じゃん。30でいいよ制限30だわ。これ京急だったらね、60キロいってるね。60、70ぐらい出してると思う。場内進行、浅野停車停止位置共通。停止位置共通でね、どっちのホーム入るんじゃってね、初見は思いましたよ。こっちなんですね海芝浦駅はこっちなんですよね。はい、じゃあ止めていきましょうね。はい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 、ちょっと早かったね。はい、オッケー、素晴らしい。これ結構急カーブだよね。結構急カーブだよこれ。鶴見線とかにホームドアってついたらびっくりするんだろうな、絶対ねえけど。はい、
出発進行。始め点。出発進行。朝の発車。いや本当二ノッチでいいよ。ツーノッチでいいよ。次は新芝浦です。制限55。30でいいな。さっきから35キロで走っててさ、結構余裕があったから30でいいね。この辺のね、工場とかいいよね。もう行ってみたいんですけどね。あ、でもね、海芝浦行ったんすよ。なんか海綺麗だったんですよ。第一計測進行。まあでも海綺麗だなで終わる駅ねえ、工場は撮影禁止だし、なんか結構ね、改札の外出ると物騒とした感じするんですよね。はい、場内進行、新芝浦停車停止位置共通。場内進行、新芝浦停車停止位置共通。お出口は左側です。あ、でもさすがに30でずっと蛇行で走ってるとギリギリだね。制限解除。さすがにね。新芝浦停車定着。いいっすね。まあ、そんなこんなで次は終点ですよね。もうのんびりしてますね、ほんと。これがもう JR 東だと思えないんだよな。私鉄なんだよな、完全に。とりあえず出発進行。出発進行、新芝浦発車。なんでそんな声高い。次は終点海芝浦です。なんでそんな声高い。第一閉塞進行。はいはい、第一閉塞進行。まあ鶴見線にも閉塞ってあるんですね。出発と場内だけでいいんじゃねえかって思っちゃうけどね。まあそんなわけにもいかないんでしょう。はい、場内注意、海芝浦停車停止位置共通。はい、唐突に出てくる制限15ね。忘れ物、落とし物にご注意ください。ご利用いただきましてありがとうございました。はいはい。いやー、すげー駅だな、ほんと。なんじゃここって。ほんと、初見は思いましたね。誰が組んでこんな時駅って思ったら。ここを使う、ね、工場勤めの人しか使わないって聞いたら、まあ、それは納得しましたよ。はい。じゃあもうこのままでいいかなと思ったら失速したので、おー終わり。お疲れ様でした。いやー簡単だし、ダイヤ緩いし、もうこれほど緩いものはない。はいはい。さて、ちょっとね、楽しみだったんですよ、このエンディング。ちょっとね、楽しみだったんですよ。103系見れるなと思って。いいっすね。あ、いいっすね。鶴見線、エモいよな、ほんと。あ、もうね、もうこういうところだけでもね、もうエモい。103系にぴったりの路線だよな、鶴見線とか。
ただまあ未だにツーマンなのが驚きだけどね。こここそワンマンでいいよ本当。クモハ12の映像は出てこないですね、ここにね。それはちょっと残念だけど、さすがにもうこの時代には走ってなかったからね。はい、まあ正確でしょうね。はい、乗り心地満点で嬉しいっすね。140点。はい、ということでめちゃすでございました。日曜の朝っぱらから電車で行こうとか大変失礼いたしました。まあね、でものんびりやれたのでよかったかなっていうふうには思います。それでは、いい日曜日をお過ごしくださいと。ご視聴ありがとうございました。失礼します。